寝るよ、ほら。僕もだから、新宿の。なるよ、なるよ、みんな。もうちょっとな、有名になりすぎちゃって、みんな女の子逃げちゃうんですね。違うな。ブーちゃんが、はい、ブーちゃんが全然顔変わっちゃったね。なんか太っ。なんか目がこうなってるって。うん、ちょっと注射入れすぎじゃない？映りたいの？平べったくなっちゃう。映ってなんかいいとこ見せると、いや来るよ。めっちゃ可愛いですよ。じゃあちょっと映ろう。何守ってんの？何ですよ。あの、さらに持ってきたら。あ、暴力行為で訴えます。じゃあ、どうすんの？ね、あの、あなたのリスナーさんからさ、うん、すっげえ言われるんだけど。13万人行きましたよね。13万人行った。まあ、原則金曜日だけど、来週は金曜日車の納車があるんで、来れないと思います。ピューッと、あ、いいじゃないね、さっそうと。すごいね、こういう堂々としてるのがいいよね。俺が来てもね。池袋行けばいいの？池袋ね、池袋わかんないよね。またそっち取れる。アピール、アピール。おお、ネズミだ。色が高い子いますか。今日はいつもと違って格好がカジュアルだ。高身長姉さん、何取り返しかよ。え、あんたのこと探してる人おったんでシール欲しいって。あ、本当。ああ、今日ね、もう3人ぐらい会ってる。よかったね。あんたのことって、何ケツ出しでしてんの。腹筋綺麗だからさ。あ、そうなの。縦割れてるからさ。もうちょっと舐めたいな。え、本当にあんで、うん、ここ、ね、薄く出てる。あ、今これ、しかも映ってないからね。映ってるよ今。ちょっと今私入れたもん、ちょっと時だけ、うん、あ、うん、出てしないとほらね。あれもう今年になったけど、どうしたのかな仕事は。うるさいな。え、なんか最近いなくない。でもあなた、いなくないって、あなたがいなかったよ。え、うちは行ってるよね。5日に帰ってきてるもん。先週帰ってきた。あ、本当？7日のね、夕方来た。みんなでもお年玉もらおうぜ。お、そうだよ、お年玉。雪に足であげるよ。いらない。いきなりシール。じゃあ、あ、じゃあ今度卵シール作るから。あ、卵シール。あ、500円だ。俺が作ってあげるか。いや、俺の似顔絵描いて、描いてるとこいる。あれ何？あのツイッターのあれ、そう、アイコン。じゃあ、あれは先輩。あ、違う。あれは先輩。こうやって、うん、爪、こっちか。そうそう、爪、そうそうそう。そう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 。かわいいっしょ。うん、爪。これ舐めれますよ。あ、いい、いい匂いするな。ヴィトンです。ヴィトンの個性。メディクルサンスフレンドでヴィトンのネックレス買ってもらって。また？そう。あ、おじじゃない方に。あ、なんで？若い男の子に。あ、そうなの。お前クリスマスフレンド買ってくれやんのって言って。買ってもらったよね。あ、じゃあ俺には。え、逆にうちにはない。え、なんで、なんで仕事しよう。仕事しようって。そいつの質問来るから。あれ、キリコさんの隣にいた女の子が、彼
です。彼女です。彼女です。はい、年いくつなの？年ぐらいじゃん。十三歳じゃん。もう夜あの家帰りなさいになっちゃうじゃない。二十二歳。帰りなさい。ありがとうございます。ここで分からなくてもって感じなんだけど。お疲れ様でしたって。こんな感じですね。ちょっとね、歩いてみましょうかね。ね、大阪のお姉さんどうしたのかな。大阪のお姉さん、あ、ライブ行ってる。ライブ？K-POP アイドルのライブ。予定のパッパンなんけど。あ、そうなの。全然最近会ってないからさ。ここはね、駆け込み寺ですよ。こんな感じですね。さあ、戻ってきましたよ。お、リコちゃん。うん。あ、スルーしようとしやがって。だってでよ、人気出たでしょ。俺、だって結構押してるもん。え、嘘。夜散歩見てきましたっていう。あー、まあ、いるっちゃいるけど。うん、ほんと？なんか性格良さそうだもんな。なんかペイペイで1万円ぐらいもらってすごい喜んでたってか。今度送るよ。俺フォローしてん、知ってる？ツイッター。あ、知ってる？じゃあ頑張って。え、どこに行くの？向こうか向こうかが旬ですか？旬？21になった？なった？うん、まだ20歳。なんかだって結構セクシーなさ画像も乗っかってたよ。ああ、そうあれは自分で撮ったんじゃないでしょ。違う。お金何使ってんの？生活費。買い物とか。その月にいくら必要なの？月にいくら？そこまであんま考えてない。あんま多くない？ねえ、やだ。可愛いから大丈夫だ。可愛いから大丈夫だ。ツイッターでリコちゃんっていうのを検索してください。この子来ますからね。可愛いっす。どうしたこれ、つけたの？え、つけてたじゃん。え、前からあったっけ？教えた。なんか色白くなったの。うん、白くなった。あ、なったんですか。じゃあちょっと、はい。どうぞ、お仕事邪魔しません。はい。楽しい公園祭り、あそこね、いるからね、ちょっとね、突してこようかな。いいね、カップルに見えるよ、普通の。ライン交換中です。いいですね、若者はね、ナンパ投資でね。ディオールの靴も、ディオールのシューズかっこいいですよね。まあ、こんな感じです。顔見たいんだよな。可愛い顔してるから撮らせて。ダメ？無理。え、無理って感じです。最近セキュリティがね、俺の真似してね、カメラ向けてるらしいんですよ。
ああ。あいつ戻っとるやん。すごいね。この子は可愛いですか、カンナミちゃんね。最近ね、カメラで圧かけるようになったの。カメラというより普通に閉じまってる。閉じまってるんだ。俺の真似してんなと思って。そうなんですか。さあ、吸い殻捨てちゃダメだよ。消さない。動画消して。消しません。回しっぱなしです。今何ですか。なんで消さなきゃいけないんだ。盗撮なんねえかな。セキュリティも取ってるっちゅうの。回してっから報道だし。おーす。あ、手めす。あ、映る。え、映る。映るって。カメラよ、カメラ。映んないんだよ、うん。報道しないと。え？報道しないと。いや本当にやめて、うん。なんでやめてほしいの？いや普通にやめてほしいから。あ、そう。じゃあここにいない方がいいな。自分が来なきゃいけないから。いや違う、こっち。ここにいちゃダメなんだ。警察行ってもいいよ、警察、盗撮だって言って。ここの素敵なツーショット撮らせてよ。ああ、友達なんだよ。友達なんだよ。ここは本当にね、うん、ガチの友達で。ガチの友達だから。そうそう。いや、そんな勉強しなくていいですよ。そうだね。勝手に撮ってると伝えたくなる。ね。そうなんですよ。毎日もナンパした子で、うん、いいなぁ。食べてて、それであっちの歌舞伎町の方で、それであれですね、ちょっと ね、うん、もうお父さん付き合いなかった。え、付き合いなかった。お父さんなんか性格良さそうだしね。ああ、まあ結構よく言われるんですよね。安心してついていけそうな。安心してついていけそう。あとギャラリーですね。そう、病院前ね、行ってみますか。あ、これは綺麗な OL さんたち。ちょっと撮らせてくださいよ。報道なんですけど。いや、嘘。あ、かわいいわ、2人。OL さん。そうです。何系の。ジムです、ただの。ジム。ただのジム。ただのジム。ただの自分の人、こんな綺麗でおしゃれな人いないですよ。え、同じ会社なんだ。あ、違うの。じゃあ気をつけて帰ってくださいね。どうすかね、こんな感じで。リーマン、リーマン。あれ、一人増えちゃったじゃん、お友達が。
お友達一人でしょ。ちょすごい。最近もうセキュリティの人もすごいわ。あね、ダメよ。はい、ダメだよ。これ。あ、マジですか。あげるから。拾って。ね、ポイ捨てしてたんで、携帯灰皿を渡しました。まあこんな感じですね。すごい、ね、これありがとうございます。ん、ありがとうございます。あ、いいの、あげるよ。いや、マジっすか。いや、あげる、あげる、いい、いい、マジっすか、ありがとうございます。それはもうダメやね。ねえ、固まないで。固まっちゃった。固まってんの。何が固まっちゃったじゃん。同じ場所。そう、知り合いやけどねえ、なんださあ、じゃあ最後にキリコの彼女を取って、キリコ彼女を取って。キリコ彼女。ガチ恋とか言わないでよ。あ、3人で。あ、いたいたいた。止めてた。ヒール入ってか背高いな。ね、あの人はそう、白いダウンの子は いい子なの。みんないい子だよ。みんなだって。俺あの子だったらいい。この子なんかはこの3人可愛いですからね。友達じゃねえよ。あいつ友達じゃねえよ。なんでが友達なんだよ。最初俺のマネージャーになるらしいから。映すなよ。じゃあ女、あのね、女の子はね、画面見て何を見てるんですかって質問が結構多いんで。画面見て携帯見てる。そうそう、携帯も。でその内容が知りたいっていうのが結構多いんです。他人の携帯の内容気になるってどういうこと。気持ち悪いって。かわいいよね。かわいいと思いますよ。あ、ヤクモね、ポイ切って。すごいね。なんで顔隠したの？なんかやましいことしてる？
大久保病院前ね、閉まりましたけど、あ、一人いるよ。あ、違うわ。まあ表、こっちはもう病院前はいないですね。今裏になってます。いや、だから、さっき言った通り、ここあまり立ってない方がいいんだけどね。間違えられますよ。大丈夫ですか？なんか、なんだろう、出待ちかなんかだね。さあ、あ、可愛いお姉さん2人、どういうこと来ましたよ、広場のね。配信してしてます、ね。ああ、外人さんと撮影してる。撮ったらこちら押す。ここここね。こうした、こう押して。Okay, okay. 撮影がかかると思う。横？縦？はいはい、行くよー。3、2、1。ごめんなさい、ごめんなさい。何？大丈夫、大丈夫。ありがとう。あ、撮れ、撮れ、撮れ。撮れてない？なんか、もう一回。これでいける？はい。はい、行くよ。はい、もう一枚行くよ。遅いな、これ。バック？なんなん、これになっちゃった。取れてる？あ、取れてる。大丈夫。ありました。外にいっぱいいるわ。今日ね、雪にはいない日なんだ。みんな黒だな。すごい。すごい。あ、今日さすが金曜日だ。混んでるね。コンファカフェ場も結構出てます。ね。左側も右側も出てる。こんな感じだね。いますね。今日も歌舞伎は元気です。バニーさんのお店ね、こちら。今日は葵ちゃんは出勤ですか？葵ちゃん、あ、今日いないの。外人のどこもおかしくない外人だろうか。
日本大丈夫でしょうかね。じゃあ今日はこの辺でね、だいぶ面白いの撮れたかなと思います。まあ新しい女の子いませんでしたけど、一面でね、一人つかかってきた新しい女の子いましたけど、じゃあまた来週、いってらっしゃい。